ラファエル・ホセ・ベタンコートは、ベネズエラ・スクリューマナ出身の元プロ野球選手、ウトウ・ミギウチ。1993年9月13日に、ボストン・レッドソックスと契約。1994年から1996年までの3年間は、遊撃手で、1997年に当手に転校。1999年11月18日に、レッドソックスを解雇された。 2000年、横浜ベイスターズは抑え投手として主力であった佐々木和弘がシアトルマリナーズに移籍した穴を埋めるためにベタンコートを獲得したがオープン戦で結果を残せず開幕に軍スタートとなった一軍登録発登板は先発投手として上がり1勝を挙げたが先発としてはスタミナ不足で先発からは外され後半戦リリーフの再編で 中継当番もしたが目立った活躍はできず、シーズン終了後に解雇された。2000年12月13日、再び、レッドソックスと契約した。2001年5月に肘を故障し、7月に手術を行ったためほとんど投げられず、その年限りで自由契約となった。2003年1月20日、クリーブランド・インディアンスと契約、同年7月13日のシカゴ・ホワイトソックス戦で、 メジャーデビュー。翌年には、リリーフの一角として、頭角を表す。2005年7月8日、ステロイド剤の使用が発覚し、10試合の出場停止処分を受けた。登板数は54と、前年より減ったものの、シーズンを通して安定した投球を見せた。2006年開幕前の3月に、第1回 WBC のベネズエラ代表に選出された。2007年、 ジョー・ボロースキーへのセットアップマンとして、スコット・シールズと共に、リーグ最多タイの31ホールドを記録。クリーブランド・インディアンス時代年俸調停権を得た。ベタンコートは2008年の年俸として250万ドルを要求。それに対し、球団は175万ドルを提示したが、調停を避け、2008年1月23日に2年、総額540万ドルの契約で合意。 2008年は自己最多の69試合に登板したが、防御率5.07は自己アーストとなった。2009年7月24日にコナーグラハムとのトレードでコロラドロッキーズへ移籍。打者天国のクアーツフィールドを本拠地としてからも、好成績を維持した。2010年と2011年は2年連続でホイップが1.00を切った。2012年1月25日。 二年総850万ドルでロッキーズと契約を延長した。シーズンでもクローザーとして自己最多の31セーブを記録した。2013年8月にトミー・ジョン手術を受け、オフに FA となる。2014年4月25日にロッキーズとマイナー契約で再契約。7月から参加のマイナーで実戦復帰するが、メジャーでの登板なくシーズンを終える。 2015年1月30日にロッキーズとマイナー契約で再契約し、4月1日にメジャー契約を結び開幕25人枠入りする。8月22日にリーフとなり、27日に自由契約となった。2016年2月26日に現役引退が発表された。インディアンス及びロッキーズでは、リリーバーの役目を担っている。武器としている球種は、 しばしば、スライダーと間違えられる、カーブ、時速90から94マイルを記録する、フォーシームファストボールである、カッター、チェンジアップも投げる、イニング数と同等の脱三振数を記録しており、予し球も少ない、肘には、手術に際に埋め込まれた、金属板と六本のネジが入っている、ベタンコートは、ワインドアップポジション時の動作が変わっていることで、知られている、走者がいるとき、 投球動作に入るまで耐えず、足で投手盤を軽くタップし続ける。また、次の投球までの間は、常に帽子のつばを引っ張ったり手をあちこち動かしている。このワインドアップポジション時の動作はリーグで最も長い。部類である、投手による恋の遅延を避けるため、投手は多くとも12秒以内に投球をしなければ、自動的に投球判定がボールとなるルールがあるが、 それが適用された数少ない一人である。NPB、ありがとうございます。